はいどうも、トコジェニュータの菊池と申します。さあ、プレミアムミュージック2020、放送が終わってすぐに撮っているわけなんですが、今回ですね、その感想をちょっと語りたいなと思います。まず司会をやったのがセクシーゾーンの中島健人くん、ほんでキング&プリンスの平野翔くんっていうね、異色の2人なんですが、やっぱりね、セクシーゾーンの MC 担当といえば菊池風磨くん、ほんでキング&プリンスの MC 担当といえば永瀬廉くん、この2人のイメージがあるんですが、今回はね、まさかの演技派の2人が司会をしたということで、結構ね、そこに興味を持ってたんですけど、普通に上手でしたよね。やっぱり小倉とかで、話を回したりはしてるんで、あんまり違和感はなかったなと思います。もしかしたらね、この2人の司会を見れるっていうのは最初で最後かもしれないんで、すごいレア映像にはなったのかなと思いますよね。番組の中身でね、ジャニーズヒストリーっていうコーナーあったんですけど、あれもすごい楽しみにしたんですよね。ジャニーズの歴史をね、語っていくっていう、コーナーなんですけど、僕がね、何年にどのグループでハマったかみたいな、改めてなんか思い出したなって思います。ちなみに僕はですね、青春アミーゴですね、2005年にハマったわけなんですが、ヤマピーと亀梨くんにハマったわけじゃなくて、その後ろで踊ってた藤ヶ谷くんにハマったんですよね。これが僕がジャニーズにハマったきっかけなんで、懐かしいですね。小学生でしたね。皆さんもね、多分あのコーナー見て、自分がね、どのグループで何年にハマったかっていうのが改めて思ったと思うんで、あのコーナー面白かったですね。ほんで今回のね、番組の大本命といえば、ケント君と平野君がね、主演する未満警察のダブル主題歌を初披露するっていうね、これ目当てで見てた方もいらっしゃるんじゃないですかね。僕もね、ずっと楽しみにしてて、披露した曲ね、2曲ともめちゃめちゃかっこいい曲でしたね。キンプリがメイジーナイト、ほんでセクシーゾーンがランカ、もうめちゃめちゃなんかね、ドラマのぴったしそうな曲でしたよね。両方のね、曲の歌詞にドラマのタイトルであります未満っていうね、言葉が入ってたりとかして、このために作られたようなもんですよね、多分。でキンプリといえばね、やっぱりキラキラした王道アイドルっていう路線で、シングルも今までね、結構キラキラしたシングルが多かったと思うんですが、今回ね、初めてこういうかっこいい系の曲っていうことで、イメージ変わるかもしれないですよね。セクシーゾーンもね、昔はもうずっとキラキラしてた感じだったんですけど、最近ね、路線変更して、結構セクシーさが出した大人の向けのね、曲っていうのが出してるんで、今回もセクシーゾーンにぴったりの曲かなと思いましたね。今回のね、披露した順番的に、オープニングがキンプリの曲で、エンディングが、セクシーゾーンかもしれないですね。実際はドラマ始まってみないとわかんないとこなんですが、すごいね、これでドラマが楽しみになりましたよね。で、またね、今回この音楽番組で、僕ね、そうくんと元気くん帰ってくるんじゃないかなって思ってたんですよね、2人とも。そこまではさすがに思い通りにならなかったですね。また別の機会に戻ってくるっていう形ですね。そこはちょっと残念かなと思います。ケントくんとね、翔くんっていう、デビューしてからね、この2人を絡むっていうことは本当にレアだと思うんで、今回ね、この歌番組司会してくれて本当に良かったかなと思いますよね。今回ね、そのプレミアムミュージック2020っていうタイトルだったんで、番組名がね、もしかしたら来年もあると思うんですが、またこの2人になるのか、はたまたね、グループの垣根を越えて、若手グループがやるのか、そういうとこもちょっと楽しみにね、1年待ちたいなと思いますよね。ぜひ皆さんの感想とかもお聞かせください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお願いいたします。